の埋葬未来と唯一の空間は皇帝のコース開きモール積もる明日という星降り始めゼロも回るこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなどない悲しみの旅に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか Z は俺を許してくれるだろうか。あの時助けてやれなかった俺を。案内するわ。自分の目で確かめて。この男だ。悪魔の Z をドライブするのはこの男だ。助けてやれなかった。だけどもう一度お前と走りたい。今度は俺の番だ。お前を元通りにしてやる。助かったよ、こいつを貸してもらって。社長には内緒ですよ。いいぜ、ガソリン代ぐらい請求しても。きちんと治りますかね、このボディ。ボディーワークはボディーワークのプロに頼む。それも10年以上前にこの悪魔を時速300キロに耐えられるようにした男に。そういう人がいるんですか？いる。ボディーワークの天才、鉄とアルミの天才がな。ここ？ああ。お前んとこもここに出してんじゃないのか？いえ、うちは今出してません。なんで？少し仕事にばらつきがあるので。いや、久しぶりです、北見さん。うちでボディ修理ですって？ああ、どうしてもお前でなきゃダメなんだよ。無理だ。ここじゃあれだけのダメージを完全には治せない。こいつをもう一度頼む。こりゃまた派手に。オッケーオッケー、大丈夫ですよ。うちには本当いいスタッフがいますから。あ、そうそう、ドイツ製のフレーム修正機も入れたんですよ。いいスタッフ、ドイツ製のフレーム修正機。何を言ってんだ。は？お前が一人でやるんだよ。当て板とハンマーで歪みを直し、切り張って溶接してスポット入れて、1から10までお前がやるんだよ。ふざけたこと言わないでくださいよ。俺はもう昔のままじゃない。1ヶ月以内に仕上げろ。え？今度は330キロに耐えるボディだ。330キロ。何よりも硬く、そして何よりもしなやかなボディに仕上げてくれ。この悪魔はお前にしか治せない。悪魔？これは。ああ、そうだよ。頼むぜ、商売上手な板金小僧。悪魔の Z。 まだ生きていたなんて無理だ。今の俺にできるわけがない。この男、この男なのか。今お前の心を捉えているのはこいつに。お前を操ることができるのか。あ、高木さんですか。北見さんに聞いたんです。 Z はここに持って行ったと。お前が引き取るなら高木社長の OK をもらえと。ほう、引き取ってどうする気。こんなの解体に回してもキロいくらにもつかないよ。僕が直します。そりゃ無理だ。見たところ専門的な技術も持ってないみたいだし、たとえ直せたとしても所詮それは見かけだけ。ここまで行っちまったモノコックボディはもうダメなんだ。例えばこの紙の箱と思えばいい。一度こうやって潰れた箱は形だけ綺麗に直しても
元の強度は絶対にない。それでもいいんです。いい、たとえもうまっすぐ走れなくても僕はこの Z を直したいんです。どうしてそんな目をしている？とりあえずメーターで300キロに届くようになったな。ああ、でもブースト 1.5 だ。これじゃちょっとリスキーすぎる。あと250から300キロまでの到達時間が長い。完全に空気に負けてる。とにかくブーストは 1.2 で。どうした平本？後ろからすごい勢いで1台来る。 Z31 か。 Z31？ 250のクルーズをぐんぐん追い上げてきた Z31 がいたんです。原田？原田か。浦本さん、ついてこれますか？ここから。バカな、本当にあれが VC エンジンなのか？かなりのメイク&トライを繰り返したんだろうな。いつだっているんだな、湾岸には。常識をはるかに超えたマシンってのが。すごいよな。不利を承知であいつはあの車で行ってる。俺にはできない。俺は確実に行ける R を選んだ。あいつの方が上だよ。やつはあの Z31 がすごく好きなんだろうな。だからずっと Z31 にこだわっていくんだ。お前だってそう、 GTR が好きなんだよ。昔よく俺に言ってくれたよな、お前。ほんの少しでも迷ったら最高速は終わりだって。命を乗せて走るマシンは本当に好きじゃなきゃダメだって。セットアップは始まったばかりだ。落ち込む暇なんてねえぜ、平本。ああ。直すって、お前自分でやるつもりか？はい。いいだろう、やってみな。場所だけは貸してやるよ。15でこの世界に入って3年間はただの使いパシリだった。バカ野郎、何度言えば分かるんだ。俺は鉄もアルミも生きてんだよ。人間の皮膚と同じで呼吸してんだ。もっと話せ、もっと対話しろ。へこんだ鉄は何をして欲しがってる？歪んだアルミはどうしたら喜ぶ？叩いて伸ばして炙って鉄の気持ちになれ、アルミの気持ちになれ。やってみろよ小僧、ボディーワークがどんなものか。R 買ったんですね。驚きましたよ。程度のいい中古があったんでな。仕様は TD-062 機にエンジンはカムとカスケット。コンピューターはどこ？いや、ノーマル。燃長は F コンをセッティングして。平本さんらしいや。原田、よく仕上げたな、あの Z31。 大変だったろ。素晴らしいと思うよ。でもないですよ。だけど気をつけろ、少しドライブがラフだ。湾岸を、いやスピードを甘く見るな。いつだって突然裏切ろうとするぞ。フロントフェンダー品番4100-3-4、フロント足回り、ブッシュ、テンションロッド、スタビライザー、純正パーツを揃えていっても元の姿にはならないぜ。とりあえず走れるようにしようと。それからセットアップか？気の長い話だ。下手すりゃ10年かかるぜ。いいんです、それでも。いいんです、いいんです、何でもいいんですだな。あの時僕はこの Z を助けてやれなかった。俺だけはお前を見捨てない、俺だけは最後までついていく、そう言ったのに。
僕は一生かかってももう一度こいつを走らせてみせます。1ヶ月以内に仕上げろ。今度は330キロに耐えるボディだ。この悪魔はお前にしか治せない。帰る。どうしたの？ねえ、社長さん。ユウ社長、コンメタの BM なんですけど、あ、どうしたんです？つなぎなんか来て。福田、お前うちに来て何年だ？え、8年ですけど。もうそんなになるか。これから1ヶ月俺はいない。お前が現場を仕切れ。はあ？この Z は俺が10年前作ったんだ。600馬力のパワーと時速300キロに耐えるボディだ。スポット溶接の数なんかレースカー以上だ。だけどただ硬いだけのボディ補強じゃねえ。しなやかで静かに息をしているような生きている鉄とアルミだ。10年前の俺はこういう仕事ができたんだ。やるんなら今しかない。今の俺にしか直せないんだ、この Z は。その目だ。お前のその目で俺に勇気を与えてくれ。俺は今でもやれると。どうだ、具合は。変わらず320キロ出ていますが、気持ち280キロ前後が鈍いような。オッケー、調整しとく。で、他は？あとは何もありません。じゃあ今回はこれでラストだ。これから2週間を最後の仕上げに入りたいんだが。わかりました、北見さん。社長、社長ってば。ん？ああ、朝か。また今日もこんなとこで寝ちゃったんですか？ずっと徹夜じゃないですか。マジで体壊しますよ。大丈夫だよ、心配すんな。あと15日。よし、上手くなった。いい感じだ。こうして重なった鉄板と鉄板の溶接箇所を増やす。これがスポット増しだ。一般的な競技用ラリー車で200発。もちろん多い方がいいかな。お前、骨折ったことあるか？骨？いえ。骨ってのは一度折ったところは折れにくい。折ったところが強くなるらしくてな。へえ。スポットを無駄に入れてロールケージを組んでボディをガチガチに固めただけじゃダメなんだ。ボディには必ず逃がしがいる。それが300キロオーバーに耐えるボディだ。松、いるか？今、配達に行ってるよ。お、じゃあ、また来ます。これ以上、うちの子誘うのやめておくれ。やっと最近仕事に本腰入れるようになったのに、またあんたが来るようになってから。あんたはずるいよ。人のいいうちの息子をいいように利用してるだけじゃないか。もう二度と来ないでおくれよ。わかりました。ダメだ。違う、こんなんじゃ。
俺にはできない。もう10年前の俺じゃない。くそくそくそ。元気ですか達也。私は元気です。日本を離れてもう1ヶ月、イギリスでの生活にもすっかり慣れました。遠く離れるって大事ですね。みんなまるで嘘のように思えます。 Z を直すためにバイトに明け暮れていた秋お兄さん、達也に連れて行ってもらった夜明け前の湾岸、みんな忘れます。私、死んだ秋お兄さんのことも悪魔の Z のことも。だから達也も忘れてください。もう終わりにしてください。無理だよ。僕にはもう無理だ。最後まで降りられないんだ。6月18日、無事生まれました。3250g の男の子です。私はもうついていけない。私弱虫だから、これ以上ついていけない。くそ、やっぱりダメだ。やっと見つけたんだから、北見さん教えてくれないし。あれ、高木さん？あ、秋尾くん！ん？あ、高木さん！高木さん！しっかりしてください！高木さん！倒れた直接の原因は過労によるものでしょうか？かなり心臓などが弱っていますね。患者自身もともと丈夫じゃないようですし、加えて過度のストレスを受けていたようです。例えば仕事における強度のプレッシャーとか。秋尾、許してくれ。俺にはやっぱりできない。たまたま今日お前の工場に電話したら入院したって言うからさ、今夜ゆっくり寝てまた明日から頼むぜ。あと10日だ。俺にはできませんよ。俺はもうダメなんだ。無理だよ、治せない。相変わらずすぐ泣くやつだなおめえは。覚えてるか、グリーンオートの2代目のポルシェターボ、280キロで事故ったぐしゃぐしゃに。お前んとこの親方でさえあれは無理と言った。でもおめえは。やらせてください。治らないボディなんてありませんよ。泣きみその小僧と思ってたら生意気に一丁前の口聞きやがってよ。あれは本当にいい仕事だった。ほらゆっくりとイメージしろ。ミッドナイトブルーの悪魔のボディだ。今一足でゆっくりと動き出した。急線まで回して2足、車速は上がる。3速、4速、タイヤは確実に路面を捉えているか、轍に進路を乱されてはいないか。そして5速、250、260。さあ空気の壁が大きく立ちはだかってきた。270、280。 L に8近いツインターボ、俺が新しく組んだ悪魔の心臓はまだ加速をやめない。もっとだ。エンジンはもっと回ろうとしている。あとはお前次第だ。信じろ、お前こそが天才だ。やるべきことは全てやった。
どんな小さなことでも納得いくまで手を入れた。最高のエンジンになった。だけどもう一つ何かが足りない。待つ。この前うちのおふくろに何か言われただろう。ったくあのクソババアは。ところでできたぜ次のマフラー。待つ、もういいよ。お前の作ったマフラーは。あ？はっきり言うよ、所詮素人のマフラーじゃ今の車には無理だ。パワーが出てない。どこが、どういうとこがダメなんだ。全部だ。欲しいのはデータに基づくきちんとパワーが出るマフラーだ。素人が勘で鉄パイプ曲げてるようなものじゃダメだ。人のいいうちの息子を利用してるだけか。鋭いな、お前んちのおふくろ。その通り、器用なお前を利用してただけ。もういいよ平本、もういい。じゃあな。とりあえずこれは置いていく。気に入らなければ捨ててくれ。友達とかそういうのどうでもいいよ俺。ただお前が俺のマフラーを一番よく分かってくれてると思ってただけだ。分かってるさ、十分すぎるほど。まず、どうしてお前はこんなエキゾーストが作れるんだ。これだよ、最高だ。まず最後の最後に欲しかったもの、飛び切りのエンジンを生かす。飛び切りのエキゾースト、いける。最高の GTR になる。もしかして昨日からずっと。うん。ああ、これから全部一人でするつもり。約束したから、こいつと。悪いけど無理だ、秋代。ここから先は俺にしかできねえ仕事になる。高木さん、これは俺に与えられた仕事だ。俺だけがこいつをこれまで以上のボディに蘇らせることができるんだ。10日後の朝に取りに来い。その時悪魔の Z は蘇っている。もういい。